じゃあ、これ？マジスティハウス。ほら、後ろから来て。部屋は本当だ、重役出勤だ。重役出勤ですよ。おー、行ってこー。こんないきなり始まるの？おー、遅れてる。あ、でもそっか。これ後ろで食べる。そうだそうだ。うわ、飛ばしますね、10番。10番、2番行くよ、これ。10番じゃなんだっけ？あ、やっぱ、そっか。バンデ！バンデ、猫大将、本当に前に行ってる。すごい、ジュンさん。バンデ、結構これね、バンデ、首やばいよ。首、ごらん、ちょっと。予想通りじゃないですか。あれどこにいる？ここ17どこにいるのこれ。17も後ろだと思う。17も結構後ろ。いや、真ん中ぐらい。あ、真ん中いいんだ。あ、いや、前にいますよ。逆に良くないのもね。3、4、5、5番目。あ、いた。本当だ、5番目だ。良くないの？逆に良くないのもね。ラストインパクト。逆に良くないんだ。行きたがっちゃってんだね。わかんないもんだね。ちょっと出てきちゃってるじゃん。本当だ。写真のくせに。まあ、でも4、そうそうそう、今4ブロックぐらい分かれて、その一番最後にマジェスティハーツですよ。そうだ。めちゃくちゃ後ろ。あれ抜くの？あれで抜くの？あともう一個がエピファネイアでしたっけ？がここか。エピファはちょっと危ないかもしれないね。これやっぱね。お。あれちょっと早く出過ぎてるんじゃないの？これ。そうなんだよ。焦る男好き？ちょっと。でしょ？やっぱダメなんだよそれじゃ。お。来た来た来た。来たよ。ジョジョ。なんかかっこいいね、長いレースって。かっこいいね。なんか戦争、何や駆け引きをちゃんとしてる感じですね。走ってる姿がかっこいい、馬が。あ、来てるよ、竹さん。あ、来た、竹さん来た。さあ、ラスト直線。おー、嘘、マジで？もうどこにいる？あのピンクの帽子。おー、来た。うわ、絶対無理だ。逃げ切りだ、逃げ切り。おー、いらないよ、エピファネイア、エピファネイア。いらないよ。いらないよ、それは。エピファネイア、来た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 。あー、もうダントツだ。わー、すごい。で、1位だ。14って何？うわ、寒い。里の、うわー、エピファネイア。これが競馬です。これが競馬なんだね。これは何、荒れるレースがまともにいっちゃったってことだよね。そういうことだよね。一番ね、冷めるパターン。なるほど。100円かけて170円になって、あれっつって終わってる日ね。あー、そっか。やっぱね、競馬の生ってすごい難しいのが、うん、今実際メンタル来てるからね。誰が？俺が。馬じゃなくてね、純がね。本当に元気なくなっちゃったもんね。ちなみに、この遠いですもんね。この闇 TV 潤来るって言ってて、前日クリフ3人で飯食ってて、明日ちょっと俺伝説残せる気がするんだよね。伝説残しましたかね。100円が170円のレースになっちゃってね。まあでも面白いじゃないですか。面白い。そうですね。馬がさ、一生懸命走ってる姿がかっこいいなとか、やっぱ思いますよね。それは確かに思いました。あ、そうね。いいね。走ってる姿かっこよかった。いいよね、一生懸命ね。だけど純がもう完全にテンション落ちてるけど。ちょっと俺さ、もう天皇賞秋が来週控えてるんで、ちょっともういろいろ考えたいんで。じゃあお疲れでした。待ってた。ちょっとちょっと物悲しげな空気もありつつ、じゅん、ありがとう。ありがとうございました。先生、またね。